今年で就航15周年を迎えた中国東方航空松山上海直行便。観光やビジネスなど様々な分野で上海との交流を支えています。これまでに20万人以上の人が利用してきたんですよ。あ、いらっしゃいますよ。作られよる。外からも見える。こんにちは。こんにちは。こんにちは。あ、ちょっと待って。今何作ってらっしゃるんですか？小籠包を作ってます。小籠包。松山市阿蘇田の予園、上海出身のオーナーシェフ張さんが作る本場の点心が味わえる人気店です。上海で生まれ育って、料理も上海で習ってこられたんです。そうです。まあ、一応ホテル、はい、あ、上海のホテルで、はい、ジンジャン飯店、ね、ジンジャンホテルです。有名なホテル。まあ、昔がもう一番有名なところで、上海の中で。そうです。あら、だいぶ厳しかったじゃないですか。そう、昔が厳しかったです。じゃ、この点心も上海で使用されたんですか。そうです。上海の五つ星ホテルで10年修行した張さん、点心のレパートリーは150種類もあるんだとか。熱々のスープがあふれ出す張さん自慢の一品です。やっぱり点心が中心で。そう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 。いや、料理も例えば、もう酢豚とかあれが、もう全部上海料理です。クロス酢豚とか。私たちも大好きなお料理がたくさんありそうですね。四川料理の方は辛いですからね。もう上海の人はやっぱり藤井が辛い辛いが合わないかな。じゃあ、あんなに辛くない。そう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 。気候とかは。気候はまあ向こうもちょっと暑い。ちょっと暑いぐらい。ほとんどですか。そうそうそう、ほとんど一緒。あ、観光地とかも多いんですか。はい、遊園。遊園。はい、上海の遊園、庭庭園みたいが、もう一つが外滩で。外滩。うん。まあ横浜の方が。あ、じゃあちょっとロマンチックな。そう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 。そうそうそう。もう松山言うたらは松山城東郷ぐらいかな。でも規模がもうかなり違う。不安はもう必要ないかな。必要ない？全然大丈夫です。大丈夫？はい。はい。そうは言っても不安なの。いや、張さんがよろしければ一緒に上海に行っていただいてもいいですか。はい。ということで、上海ご出身の張さんと一緒に魅力的な上海の旅へ出発。松山空港から中国東方航空、上海直行便でおよそ2時間、中国上海に到着です。今から行くところは何ですか。どこですか。こっちは上海の外滩で、まあ、日本言うたらはもう一番有名のパワースポット。一番有名なとこ。はい。あ、すごい。あ、なんかザ・上海っていう感じですね。そうなんですよ、はい、ビルが高い。本当、はい。あれ、一番高いビルなんですか。まあ、上海タワーですね。上海タワー、はい、ここは海ですか。ここは川です。川、はい、川なのにこんなに大きいんですか、はい、そうなんだ。こっちの方見たら、うん、ちょっとヨーロッパな雰囲気ですね。そうなんです。建物が、はい、植民地がところがもうヨーロッパの建物が結構並んでます、ね、こっちが新しい建物もあるし、ちょっと歴史的な建物もあるし。そうなんですよ。昔がデートの人がいっぱいいますよ。奥様とここは。はい。絶対来てますね。来てますね。あります、あります。夜もっと綺麗。もっと綺麗、はい、すごい夜景が。もう夜も人ももっとすごいよ。もっと
星ホテルですが、はい、有名な方も、はい、大統領も340m のとこ飛んでましたもん。久々にこんな叫びました。20元ということは300、500円しないんですか。そうですね。乾杯。もぎたて上海の旅、続いてワイタンと並ぶ上海を代表する観光スポットへ。わー、すごい。わー、大きな建物、はい、ここは御苑です。本当の御苑、はい、すごい、なんか趣のある建物ですね。あれはお城みたい。あー、本当だ、大きな建物。そして人が多い、うん、そう、古い建物も残ったままですが、結構観光客も多いし、土日もっとすごいよ、もう動かないぐらいが、今からおよそ400年前、明の時代に作られた御苑。中国の伝統的な建物が多く残るこの場所には年間を通じてたくさんの観光客が訪れます。上海を代表する観光地では買い物も楽しめます。ありがとうございます。切り絵アートみたいな。そう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 、切り絵ですね。はー、今あそこで作ってますよ。二人の絵が。本当だ。作れます？你剪的好一点啊，剪的像一点啊。旧版的就是这样。今天给你那个叫什么？迷いが。でも目はジェイさん似てますね。優しい、トロンとした目。わあ、達筆ですね。漢字はお手の物さ。できました。できました。いやどうしよう。もぎたての3人です。もぎたての3人と言いながら、チョウさんです。日本でのお店の名前に御苑ってつけたでしょ。そうです、うん、もうみんな例えば日本人来たらは御苑みんな知ってるんです。上海の御苑が、うん、まあ、上海料理、それが一応アピールが御苑来たらは、あ、上海かなと思って、もう同じ味が、うん、上海の料理が提供しているんです。じゃあもう上海のためにも、はい、恥ずかしい料理は作れないですもんね。そうなんですよ。それが精一杯で頑張ります。もう精一杯頑張って23年4年、はい、これからもっともっと、もっともっと、はい、料理人を志した若き日の張さんが修行した場所、それはここ、ここどこ、ここここ何ですか。あ、前勤めてるのホテルです。あ、張さんが修行されてきたの、はい、奥のあの丸いホテル、はい、大きなホテルですね。当時が一番高いところが、うーん、うわー高い、すごい出来ですねホテル。これ張さんいらっしゃった当時からすごく高くと有名なホテルだったんじゃないですか。はい、当時が上海一番有名なホテルです。開放感ありますね。そうなんですよ、綺麗、はい、
五つ星ホテルです。五つ星、はい、有名な方も泊まりに来る、はい、もう全部一応大統領も、はい、大統領ほとんどこっちで泊まってます。そうなんです、はい、大統領にお料理を出したこともあるということですか。そうなんです。あら世界各国の VIP をはじめ大物タレントやアーティストなど数多くの著名人も宿泊した五つ星の新錦江ホテル。張さんはここで10年料理を学びました。ちょっとすごいドアが違いますね。こんにちは。シックで上品な雰囲気ですね。おお、ワンスワワンスワ、久しぶり。不撒比呼嘛，太老了，哎，这个太老了。啊，你好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 。こちらの方はどの総料理長。総料理長。総料理長。ずいぶん親しいような感じですけど、どういったご関係なんですか。その当時は。当時はまあ一緒に働くのはあれ。総料理長の江さん、実は修行中苦楽を共にした張さんと同期の料理人なんです。私たちは宴会料理を作る担当でした。私は鍋を振って作る料理を担当していて、彼は小籠包など点心の担当でした。彼が作る点心は一級品ですよ。あ、ごはんごはん、久しぶり。にはにはにはこっちが北京ダック作ってますので。あ、いる。あ、にはにはにはちょっと何食べるの。こちら和菓子みたい。そうそうそう、細かいですね、手作業で。そうそうそう、柿をモチーフにしたこちらの点心、見た目も華やかにするのが宴会料理の特徴です。そしてこちら、一見ひまわりの種に見えますが、わ、ピーナッツ？うん、うん、うん、香ばしい、ナッツの。ピーナッツ、味も見た目も楽しい点心の数々。さすが五つ星ホテルの職人さん。1人前までできるだからは多分もう10年以上、10年ぐらいがいるんじゃない。上海料理は点心だけじゃありません。鍋を使った料理が専門の総料理長江さん、日本ではなかなか味わえないハスの実を使った料理を作ってくださいました。コリコリのハスの実とプリッとしたエビがベストマッチ。あっさりとした味付けが上海料理の特徴です。こちらはケツ魚と呼ばれる高級川魚を使った揚げ物。サクサクの食感と甘酢が癖になる一品です。さらに上海発祥の小籠包、テーブルを華やかに彩る五つ星ホテルの本格中華です。おいしそうですね。豪華ですね、はい、これが宴会料理になるんですか。そう、なんか日本の宴会とはなんかまた違いますね。本当いろんな食材があって、うん、そうなんですよ。ハスの種を使ったエビのお料理、はい、
これをいただきたいと思います。はい、どうぞ。プリンプリン、うん、ほんあっさり、はい、エビの旨味も感じますね。塩気もあるし、そう、塩味の炒めです、ね、美味しい、はい、ちょっと中華っていうと辛いとか濃いイメージがあったんですけど、うんうん、また違いますね、全然。確かに上海と地方の方が四川とかあるもそれぞれが違う、うん、お魚もいっちゃいますか。はい、お魚いきましょう。はい、こっち。すごい、なんか身がたっぷりです。やっぱり美味しいやっぱり美味しい。ちょっと甘酸っぱくて美味しい、うんうん、衣がパリパリで、うんうんうん、身がふっくらしてますね、うんうん、素晴らしい。もう味は変わらず美味しい。美味しいです。老婆中で美味しいです。ハオツ、ハオツ、美味しい。いっぱい食べてください。いっぱい食べて。張さんの分は残さなくていいよ全部食べて、ね、本当にあっさりとして。そうなんですね、辛いイメージが上海とか、ね、中国料理ありますけど、すごいあっさりしていて脂っこくもなく美味しくいただいちゃいました。新鮮な素材が手に入るので、もう素材の味を生かしたお料理が多いんですよね。だから薄味が多いんですって。この美味しそうなのは分かるんですけどね、うん、味をはっきり推理しきれないのが悔しい。いやもう総料理長の料理はもちろん美味しかったんですけど、やっぱり張さんが松山で作る天津はもう本場だけあって。あ、そうか。だから天津だし美味しいんだって。だから、あの張さんの店に行けば、そう、あの推理の手がかりというか迫れるわけですね。もう本当に再確認しました。やっぱり張さんの天津美味しいなと思って。いや、松山恵まれてますね、はいはい、案内していただきました。張さんありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。そして海外旅行といえばですね、あの空港から、はい、あの中心部までがちょっと離れていて、移動が、ね、大変だったりするじゃないですか、はい、上海にはすごいのがあるんです。と言いますと、上海プートン空港からはリニアモーターカーマグレブがとっても便利なんです。最高速度はなんと430キロ、空港から上海の中心部までおよそ8分、値段は片道800円くらいでお安いんです。うわ、もうあのすれ違う時の波動がリュン。430キロ、新幹線でも、ね、300キロぐらいですから、それの100キロぐらい速いっていうことです。ここから大阪まで1時間ってことですね。ピンって行っちゃうかもしれないですよ、はぁ、すごい。あれどれだけでも未来都市ですね。未来都市ですね、はい、はい、上海の旅まだまだ続きます。上海のシンボルを攻略してきました。高かったけど近くから見たらもう首が痛いぐらい。そうですね、すごい迫力ですね。ねえ、猫さんも登れるみたいですよ。え、私高いとこ好き。なおちゃんも。私あのこのギザギザの変わった形の建物が気になるんですよね。え、そしたら別々で上がってみる。そうですね。上海のシンボル、高層ビルの中でもひときわ目を引くのがこちらの3つのビル。ギザギザのタワーはなおちゃんに任せて、私寺尾は高さ632メートル、世界2位の高さを誇るビル上海タワーに登ります。高速エレベーターでわずか1分、546メートル、118階の展望フロアに到着です。シューシュー、うわー、うわー、高い。あ、川が見える。あ、テレビ塔も見える。わー、すごい。118階で546メートルの場所。さすが一番高いところから見下ろす上海の街。
上海一高い場所から望む景色、一見の価値ありです。なおちゃんたちどこ行ったかな。あ、見えた。なんか上から見たらビルが傾いてるみたいに見える。このおしゃれなところにいるのかしら、なおちゃん。上海三大タワーの一つ、ジンマオタワー。実はある施設なんです。340メートルの展望フロアでその謎が解けるらしいのですが、すごい、わー高い、見晴らしいいですね。わー、え、何これ、どこまでも続いてるように見える。すごい、見入ってしまう。ジンマオタワーの正体はホテル。53階から87階までズドーンと吹き抜けという大胆な構造。周りを取り囲んでいるのは螺旋状に配置された客室。面白い写真が撮れると登ってくる人も多いんだとか。何？歩いてる？え、外ですよね。なんと目の前に地上340メートルの地点を歩く謎の集団が。実はこれスカイウォークというジンマオタワーでできる人気のアトラクションなんです。待ってください、これ別に道じゃない気がするんですけど、手すりとかないんですけど。世界中からチャレンジャーがやってきます。特に若い女性に人気ですよ。何度も来てるから慣れてるわ。面白い写真が撮れるから癖になっちゃうの。もうこれで準備満タンです。歩いてきます。いざ地上340メートルの世界へ。落としたりしたら危ないので持ち物は全て没収。本当に怖い。慣れている人や勇気のある人はこんなことも。私はこれが精一杯です。本当に手すりも何にもなくて、今にも落ちそうなところを歩かせようとしてくるっていう。わー、本当に高いですね。この写真で見てもこんだけめちゃくちゃ怖かったです。マックス340メートルのとこ飛んでましたもん。でも一瞬怖かった。怖かったんですけど、やっぱり上海高い建物多いので見晴らしがすっごい良くて、確かに、ね、あの気持ちよかったです、うん、いやいやいや、でも怖かった。そんな余裕ないんじゃない。スカイダイビングとか私自ら体験しちゃうぐらいすごい高いとこ好きだけど怖かった。いやだって風が吹くんでしょ。そうなんですよ、うん、でもそのスカイウォークを体験すると、おおこのようなメダルがいただけるんですよ。これはもうその勇気のあるものへの、そう、ね、ジンマオタワースカイウォークかっこいいでしょ。これオリンピックの金メダルにも匹敵するんですか。けちゃいます。かけちゃいます。やりました上海で。やりました。やりました。キラッ、かっこいい。メダル見えてないです。イエーイ。皆さんもぜひあの上海に行った時には体験してみてください。直前で怖くてダメだって人もいるでしょうね。いるでしょうね。これは
あれはダメですよ怖いよさあ上海の旅まだまだ続きます。上海を代表する観光スポット新天地、旧フランス租界を再現したレンガ造りの建物が日常を忘れさせてくれます。そんなおしゃれな街で可愛い陶器を見つけました。これはボタンの花よ。プリントではないんですね。全部手書きです。手書きで、作品はそれぞれ絵柄や色使いによって物語を表現しているの。例えばこれはリンゴの花。中国ではリンゴの花に平和という意味があるの。そして黄色はとっても高貴な色で、昔は皇帝の色だったのよ。贈り物をするときは絵柄の意味も考えてプレゼントするといいわよ。お土産にぴったりな可愛い陶器、きっとお気に入りが見つかります。私寺尾は上海の地元グルメを求めてある方と待ち合わせ。ジョさんですか？あ、寺尾です。はじめまして、よろしくお願いします。日本語がとってもお上手なジョ先生。2009年に愛媛県の国際交流員として活動していた愛媛とゆかりのある方なんです。今は上海の大学で日本語を教えているジョ先生、穴場の美味しい食堂を教えてくれるということなのですが。このビルなんです。え、このビルですか？はい、教えていただけると言ったので、もっとあの下町的なところに連れて行っていただくのかなと思ってたんですが、はい、むしろオフィスビル、はい、こういうなんですか、金融街、上海屈指のですね、東洋のマンハッタンとも言われる、はい、ウーチャーツイというエリアのオフィスビルにあるサラリーマンの食堂みたいなところをご案内したいと思いますけど、はい、この中に何かそういった地元グルメがあるとは思えないですね、はい、意外ですけど、でも入ってます、高層ビルの中にある食堂、確かに穴場です。サラリーマンのお昼というところですね、はい。ご紹介したいのはこちらの五方麺館という、ここですか？そうですね、五方麺館という、麺そうです、それぞれなんですけど、左から、まあ、左上がいわゆるトッピングスープ麺と、はい、ですから特色の字があるんですね。これはまあスペシャルというか、あの看板メニュー、番号でいうと112か116の辛味噌麺と辛い肉の麺とかですね、があるんですけど、112、116あたり、はい、一番地元らしくというか、あのチョンヨ、まあ、ネギ油で和えた和え麺にスープをつけたものになりますね。うわ、人の聞くと美味しそうだな。今日の選手が蘭若カオでチョンヨデータン。代金先払いがこの店のスタイル。先生一押しの辛い肉の麺とネギ油混ぜ麺をオーダーして。待つこと数分。何か決まっ、いっぱい来た。これは葱油拌麺、担々麺、担々麺。何？これはさっき私が取ったあのネギ油の和え麺にプラスして、あの春雨のスープ。こちらがご注文のスープ麺に、そのちょっと 辛い肉のトッピング。ちょっとイメージしたのと違います。これはむしろ地元の麺屋のやり方で、トッピングは別の茶碗で出してくる、ちょっと
あ、ほらこんなに澄んで、はい、これだけだと全然辛そうにない。あ、おいしい。あっさり、あっさりお醤油味。そうですね、あの塩醤油ぐらいのあっさり感です。おし塩ラーメンぐらいのあっさり感。これにこれを乗せて、まあ、これお肉が辛いから辛い肉麺なんですね。そうです。よ、うん、辛い、辛くなった。辛いって言ってもさっぱりした辛さ。そうですか。はい、あお肉がゴロッとして美味しいです。20元ということは300ちょっとで、500円しないんですか。そうですね。驚きのコストパフォーマンス。ネギ油混ぜ麺は春雨スープがついておよそ320円。ちょっとリッチにという方には上海焼きそば、プリプリのエビがたっぷり乗って1250円ほど、数人でシェアできるボリュームです。これはまだオフィスビルの食堂ですから、はい、あの何ですか、あの町の店よりはちょっと高め。これでも、はい、あ、そうですか。です日本では考えられないお値打ち価格。ジョ先生ありがとうございました。上海の中心部にほど近い町内区天山。ここに愛媛と深いつながりがあるお店があるそうで。あれじゃない？あ、第9号。ここですね。ちょっと待ってください、英子さん。これ赤い文字で愛媛料理って書いてる。愛媛の料理？本当だ、愛媛料理。上海であると思ってなかったです。びっくり。わあ、愛媛料理。こんにちは。こんにちは。こんにちは。いらっしゃいませ。こんにちは。あ、日本語、日本の方ですか？はい、そうです。あ、愛媛ゆかりのお店と聞いてきたんですけど。はい、そうです。そうですか、はい、あ、私たちもあの愛媛から来たんですが。そうなんです。いらっしゃいませ。ポスターとかもサイクリングしまなみがあった。あ、サイクリングしまなみ。愛媛感が満載。ご主人も愛媛生まれなんですか？はい、僕川内です。あ、川内。はい、川内高校です。え、川内高校ですか？いや、違います。あ、違います。なぜ中国に？あの最初は、お父さんとの仕事の関係でうちに来て、でそこから、独立して飲食を始めました。彼と一緒に。そうなんだ。同じ愛媛の方？愛媛。同じ川内です。川内で。え、お土産を持ってきまして。はい。いただきます。はい。お、麦茶切りの森、地元です。はい。新宮ですよね。懐かしいですか？はい、新宮ですね。はい。そして、はい。ベッシアメ。あ、言っちゃった。ベッシ、新浜。はい。あ、さすが。これ愛媛県人じゃないとなかなかこう。ありがとうございます。食べられてました？小さい時。いやいや、食べてましたよ。別紙、僕、あの仕事で行ってました。川之江出身のお二人が7年前に開いたお店、第9号。愛媛の料理を売りにしたこのお店、中国のグルメサイトで2位に輝くほどの人気ぶりなんです。カープファン。あ、カープ会が。僕は巨人ファン。あ、じゃあ巨人ファンもいらっしゃったりするんですか？巨人ファンはだからひっそりしてますよ。ひっそりして。静かに応援してます。あ、今あの広島が3連覇だ。4連覇かかってる。本当に今はもう広島ファンがもう
置いて巨人がこうなって確かにライターのライターカープ系にしたんですよ。本当だ、赤い色だ。本当は白黒だったんですか。え、白黒だったのに真っ赤な。勝手に描いたんです。勝手のれんというかタペストリーがあるので、うん、気になるんですけど、はい、これ地元で作ってもらいました。あ、で染めてもらったんですよ、一枚物で。え、川の絵で。はい、川の絵の染め屋さんで。なん、あの居酒屋の名前にしては、はい、ちょっと変わった名前だと思うんですけど。第9号ですか。第9号、はい、そうですね。僕らの川の絵、僕の地元馬場町っていうところです。川の絵町の、はいはい、のとこの、太鼓台、太鼓台の僕らの宮入りの順番、太鼓台の第9号、馬場町で、菊なんで、野望が菊 で、 そうなんです、ね、はい、僕が一番大好きな祭り。あ、これ祭り用の祭りですね。おお、はい、川の絵祭り、お祭りの時の川の絵の太鼓、はい、あの、そうです。今年の祭りも来ました。今年に変えられたんですか。毎年変えてます。チョコビに乗って。そうです。早いですよね、はい、早いです、ありがたいです。すごく帰れるようになりましたね、はい、チョコビありがたいですありがとうございますメニューの表紙にも太鼓台が。祭りを愛してやまない愛媛のお祭り男たちの料理にはある工夫が。上海の人々に食を通じて愛媛や四国を知ってもらおうと、商品名には地名を入れる心遣い。でよく使わせてもらってました。お二人も愛媛。そうです、そうです。あ、そうなんですか。私たちも愛媛なんです。すごい。え、あのご出身どちらですか。私は今今治。あ、今治、はい。どちらですか。今は松山です。あ、そうですか。愛媛を味わいに来てます。そうですね。あの上海にいて地元を味わうことがないんで、愛媛を味わいに。ちょっと恋しくなったりもします。なりますね。今そうですね。はい、そうですね。もしかして。単身ですか。はい、そうです単身同士、単身です。せっかくの同郷ですから。はい、すいません、真ん中で失礼します。わあ、いいなあ、ちょっと日本にいるみたい。まあ、じゃあ、はい、私もエアーで。いいですか。はい、はい、じゃあ、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。愛媛の方がいらっしゃったり、はい、日本の方がいらっしゃったり、はい、もう気兼ねなくなんかフラッと寄ってください。そうですね、はい、なかなか日本じゃ出会えないような出身の人とも出会えるっていう、うん、愛媛だと愛媛の人ばっかりのコミュニティがあるんですけど、はい、やっぱ日本全国からいらっしゃってるんで、いろんなところに友達ができる。だから日本どこ行っても誰かしらが案内してくれるみたいな。はあ、そう。いや、本当良かったです、はい、やっぱ地元の良さも分かるし、外に出ると。綺麗。ここでちょっとカクテルが飲めるって大人な感じがしますね。ですね、
旅行の楽しみといえばお土産ですよね。私がとっておきのお土産を探しにやってきたのは電子棒。アーティストがアトリエを開いたことで発展したアートでおしゃれな街です。すごいハートにお顔が、ちょっとレトロなシックな感じも好きです。これいい、これめちゃめちゃ大きいカバンですね。私寺尾は上海一の繁華街南京東路でお土産探し。大きな通りですね。ここはもう歩行者だけなんですって。すごいな。路地を抜けたらカルティエですよ。面白い。ダイヤモンドリングですかね。まあ素敵。素敵。おいくらかしら。金のレンゲ。あ、じゅうさん。こんなところに。こんなところでお会いするとは。会社なのよ。若い子がいる。ここは何屋さんだ。すごい箱買いしてる。なるほど、あれだ。これだ。4件。これ？あ、520。はい。合ってる？やった。あ、もう来た。ありがとう。シェイシェイ。バタバタしてる間に買ってしまいました。わ、全然イメージが違う。イメージが違う。じゃーん。あ、ちょっとね、パイみたいな感じかな、生地が。ゆでゆでパイ。うん。お肉ぎっちり。お肉スパイシーです。お菓子系かと思ったけど、全然お菓子じゃないですね、これ。豚まんをパイでくるんだ感じ。甘くないパイでくるんだ感じ。これ、きっといいおやつになるんでしょうね。これ何ですか？ボール？わあ、とっても子みたい。わあ、すごいマンモスみたいです。なんだろう。なんか軽いおかきみたいな感じです。Jさん、お待たせしました。お土産ちゃんと買ってきましたよ。私たちが選んだお土産はと言いますと、こちら筆と、あの石のハンコでを作っていただきましたので、これでぜひこれからも活動を続けていただきたいと思うんですが、ありがとうございます。ちょっと真面目すぎるので、はい、Jたろうさん、それだけじゃないんです。あれ、じゃん、キャップに、はい、キャップを、あ、そうですか、プレゼント。あ、そうなんです。どうでしょう、もうキラキラです。ありがとうございます。もう今日から早速メガネをのけて。あ、ぴったりですね。よくお似合い。なんかコーディネートが合ってますね。そうですね、ちょっと早いので、それをよろしくお願いします。かぶっていただいたところで、はい、この方向で、あの以前私たちにの似顔絵を描いてくれたクオカードのデザインのところに、こちらに、はい、それを押していただけますか。はい、押させていただきます。はい、あ、よっこいしょ。あ、じゃあどうでしょうか。素晴らしいものになりました。すごい子になっちゃったね。今もうこれを押していただきました。 J ハンコ、 J ハンコ。うわ、これいいですね。そのまたこれ、ほら、あのこれ上海のこの彫刻がね。そうなんです、彫刻付けでございます。ぜひ使ってください。ありがとうございます。一生精進してまいりますので、よろしくお願いします。キラキラしてる、キラキラ。そしてもちろん視聴者の皆さんにもお土産ゲットしてきましたよ。はい、
もぎたて厳選チャイハイの魅力がギュッとしまし、しちゃいましたセットを1名様にプレゼントします。番組の感想やメッセージテーマ、この夏の我が家のニュース写真を添えて木曜日までにお送りください。メールかはがきアプリでお待ちしています。ご用意しました。もぎたて見ててよかったって思ってますよみんな今、はい、でも見ててもまだ足りないぐらいなのでね、なおちゃん、うん、そうなんです。見どころいっぱいの上海の魅力を、こちらでもお伝えしますよ。フォトジェニック上海と題して上海の魅力をお伝えします。9月の4回にわたって写真映えする上海の観光地をご紹介していきますよ。月曜夜の放送です。